ビハイヤ直したです。今回はですね、ゲームプログラマーさんが楽ジョブで果たしてどういう人が取れてるのかという実績についてちょっとお伝えできればと思います。楽ジョブでですね、特に Java の今回はプログラマーさんの話なんですけども、経験、実務経験さえあれば、その経験の有無じゃない、大小ですね、どれぐらい経験してるかということはいちいち問わないよっていう会社さんがありまして、ちょっとプロジェクトがいくつか結構も最近増えてきちゃって、ちょっと人を少し補充していきたいという話があったんで、ちょっと掲載の方を進めてたんですけれども、実際掲載してですね、その会社さん自身の実績もさることながら、自社でミドルウェアというかですね、ソフト開発もちょっとやられてて、そういったソフト開発をその、一部公開している部分があると。でそういうその技術力の高さで惹かれて入ってくる方が結構多くてですね、やっぱりプログラマーの方ってそういった技術力アップっていうのが一番メインで来るっていうのが多いんだなというふうにちょっと思ったんですけれども、そちらの会社さんの方は結構大きなお客さんを捕まえているというかですね、定期的にお付き合いされていらっしゃいまして、それこそ会員がそんな、数千万とかですね、数百万というよりはもう本当にもっと多い。でそういった会社さんとお付き合いされているので、そのくらい、Java を使って、サーバー周りの方 の, 設計構築をされるんですけれども、やっぱり大規模の開発経験がない方だと、中に入ってから技術力アップも望めるので、ない人はもちろん、そういう技術力アップのためにってもありますし、ある人でも、やっぱさらなる技術力向上、あとその他の人との、切磋琢磨、影響し合い、刺激し合うというところで興味を持って入っていただいたと。で最終的にはですね、経験者でも案外その話聞いてるとやっぱり経験バッチリ5年とか10年とかある人がいいって話なのかなと思ってたんですけども、意外に採用された方は経験1年の方で、なんでそんなに浅い人でもいいのかとか、すごく伸びしろがあって、天才プログラマーなんじゃないかっていうぐらいですね、結構いける人だったんで、もうその人で決めたと。でもう早速、Java 以外の言語に関してもある程度できる方だったんで、もう本当にすごく頼もしいと話をいただいておりまして、うちも良かったなと思うんですけれども、そういったラクジョブではですね、ゲームプログラマーさんの募集など、特にやっぱり業界を限定してやらせていただいている分ですね、実績も多数出ておりますので、もし興味があるよという会社さんありましたら、気軽にこちらの方までご相談いただければと思います。その際はすぐ弊社の方でお対応させていただきますので、何かありましたらご連絡ください。よろしくお願いします。